アイテム番号 SCP-596JP。オブジェクトクラスユークリッドセーフ。特別収容プロトコル SCP-596JP は現在サイト81内の非区強移動物品収容ロッカー内に収容されています。SCP-596JP が新たなパッケージで確認された場合その商品を回収、販売停止にしてください。法改正により頭痛薬としての単独での製造、販売を禁止し、パッケージに頭痛薬と表記するのを禁止したところ日本国内での被害発生を完全に抑止することに成功したことを受け、現在各国に対し同様の法整備を進めています。また、SCP-596JP、A が SCP-596JP、B に対して危害を加えないように拘束処置を施してください。SCP-596JP、A 本来の頭部が収容され、頭部が SCP-596JP、B のみになった SCP-596JP、A は10名のみ研究目的で収容されます。それ以外の SCP-596JP、A は収容処置を施してください。説明 SCP-596JP は、製薬をはじめとする、社の製薬会社が販売している既存の頭痛薬のパッケージに偽装されていた未知の薬剤です。現在販売停止にされた頭痛薬の補填のために財団フロント企業、製薬による頭痛薬を販売しています。財団フロント企業、製薬製の頭痛薬に SCP-596JP の混入が確認されたため現在混入経路の特定を行ってます。201年、頭痛薬単独での製造、販売、及び頭痛薬表記の規制を目的とした法改正により、日本国内市場から SCP-596JP の根絶に成功しました。SCP-596JP の異常性は頭痛の症状がある患者が服用した場合に発現します。SCP-596JP の服用者括弧以下 SCP-596JP、A 括弧閉じは服用後1話かけて本来の頭部の横に。首の根元からもう一つ頭部括弧以下 SCP-596JP、B 括弧閉じが形成されます。SCP-596JP、B が本来の頭部の左右どちらに生成されるかの確率は完全に 50% ずつです。これらの異常性は頭痛の症状のない人物が服用した場合は発現しません。SCP-596JP、B は、知識、記憶、外見を SCP-596JP、A から完全に引き継いだ頭部です。コミュニケーションが可能で、SCP-596JP、A を含むあらゆる人間に対して非常に友好的です。また SCP-596JP、A と同一の遺伝子を持つことが判明しています。SCP-596JP、A との違いは SCP-596JP、A が頭痛を訴え続けるのに対し、SCP-596JP、B は財団の実施する検査において理想的な健康状態を保った頭部である点と SCP-596JP、B が SCP-596JP、A の人格、性格的傾向を続けたまま、継承していない点にあります。また、気管、食道は途中で繋がり、心臓、肺、胃袋その他の臓器を共有しているにもかかわらず、頭痛以外の身体的不調がある場合。その症状も SCP-596JP、A は訴えますが SCP-596JP、B は訴えません。SCP-596JP、A の頭痛は、服用以前の頭痛の種類にかかわらず、いかなる治療でも緩和及び消失せず症状は永続し、次第に悪化していきます。また、さらに SCP-596JP を服用した場合、さらなる異常性の発現はしないことが判明しています。SCP-596JP、A 及び SCP-596JP、B は、最終的に互いに対して暴力的な手段を用いた排除を試みます。すべての場合において SCP-596JP、B が勝利し、SCP-596JP、A の頭部を殺害ないし切除します。SCP-596JP、A 殺害または切除後、首の上に SCP-596JP、A の頭部が残っていた場合、SCP-596JP、A の頭部は消失し、外見上は通常の健康体の人間と同様になります。その後 SCP-596JP、B は SCP-596JP、A の社会的地位を引き継ぎ生活を続けます。SCP-596JP、B を第三者の手により切除することは可能ですが、切除2分の地には SCP-596JP、B は完全に再生します。その後切断実験について明確な拒否の意思を示しますが、こちらに敵意を向けることはありません。
また切除された SCP-596JP、B を、彼、と呼称したことから再生した SCP-596JP、B はそれ以前の SCP-596JP、B と同一の存在でないということが示されており、これが、敵意を示さない理由であると考えられています。現在、頭部が2つの状態の SCP-596JP、A は、名収容中です。また頭部が SCP-596JP、B のみとなった SCP-596JP、A は、名収容中です。現在、収容中の SCP-596JP、B のみが頭部の SCP-596JP、A は異常性が消失しており、これを、名も財団が収容し続けるのは有意義とは言えない。現在に至るまで SCP-596JP の混入経路、起源は不明です。再生中、対象 SCP-596JP、A、23SCP-596JP、B、23。インタビュアー、博士。吹き向かって左側の頭部が SCP-596JP、A、23右側が SCP-596JP、B、23。おはよう。SCP-596JP、A、23SCP-596JP、B、23。おはようございます、先生。おはようございます。いくつか質問したいんだけどいいかな？はい、どうぞ。君たちは一体どうやって体を動かしているんだい？なんとなく、ノリ、直感、そんな感じ、だよね。8秒間沈黙、ああ。そうなのか？うん、あ、でも腕は別だね。別？うん、別。ほら僕は右腕しか動かせないの。SCP-596JP、A、23は？舌打ち、サランだけ。なるほど。歩くときは？え？難しいことを聞くなぁ。でも普通に。別々の方向に行きたくなったりしたらどうしているんだ？え？そんなことあったかなぁ。ある？さあ。なんか君、機嫌悪い？椅子から立ち上がる音、突然。自分の頭の横にもう一つ頭ができてご機嫌でいる奴がいると思うのかよ。ああ。しかもこっちは頭痛いのにペチャクチャでかい声でおしゃべりしやがって。落ち着きなさい。SCP-596JP、A、23。静止に入る。俺の名前は、だ。SCP なんたらじゃねえんだよ。罵倒。ちょっと落ち着こうよ。ね、先生、水をお願いできま。落ち着こうじゃねえだろう。全部てめえのせいなんだよ。暴言。警備員、彼を取り押さえてくれ。急いで。待機していた警備員が部屋に入る。なんだてめえら、話せ、触るんじゃねえ。暴言、話せつってんだろうが、この、罵倒。収容報告書翌日再び SCP-596JP、A、23が激高。SCP-596JP、B、23が SCP-596JP、A、23の頭部を切除しました。理由について、また、彼が襲ってきたんだ。最初はただなだめようとしたけど聞く耳持たずだし、そのままにしておくと殺されそうだったから殺したんだ。そうするしかなかったんだ、と話しています。また、この際の SCP-596JP、A、23の頭部を除くすべての体の主導権は SCP-596JP、B、23にあったことが判明しています。再生中、対象 SCP-596JP、B、57。インタビュアー、博士。不基本インタビューログは SCP-596JP、A、57が自殺未遂を起こした直後に実施された。SCP-596JP、A、57は鎮静剤により現在意識を失っている。
急で申し訳ない。何があったのか聞いておきたくてね。大丈夫だよ先生。そうか。で、一体何があったんだ？彼が、視線で SCP-596JB-A の頭部を示しつつ、自殺しようとしたんだ。らしいな。なぜそうしようとしたのか聞いているか？さあ、でも頭痛がひどそうだったしそれが原因だと思うよ。実際ナイフを持ちながら、こんな痛みには耐えられない。みたいなこと言ってたし。ふむ。で、君はそれを止めたと？もちろん。彼は自身の首を傷つけようとしていたのだろう。それなら仮に彼が死んでも君は死なないだろう。え？いや僕が死ぬとかそうじゃなくてね、先生。3秒間沈黙。先生は目の前に自殺しそうな人間がいたらどうする？ふむ。止めに入るな。どうして？私の価値観が自殺を許容していないからかな。そういうことだよ。僕も自殺を許していない。だから止めた。それだけさ。なるほど。ありがとう。収容報告書 SCP-596JP-B-57 は SCP-596JP-A-57 の自殺を妨害する際に体の全ての主導権を握っていたことが確認された。この他にも、県の自殺騒動があったが、いずれも SCP-596JP-B の妨害により未遂に終わっている。ほいち、すべてのケースにおいて SCP-596JP-A と SCP-596JP-B の間のいさかいの原因は SCP-596JP-A によるものであることが判明しました。財団心理学スタッフの分析では頭痛によるストレスにより些細な原因でいさかいが起こっているとの見解を示し、いさかいそのものに異常性はないとの報告がありました。